風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。さあ、いよいよキックオフです。両チーム相手の出方を伺っているようです。果敢にスライディング、スペースを使う。ニアポスト、優雅に徘徊します。よく前を見ている。流れを止めた。スローイン、さあここからボールを攻める。スライディング、右へサイドチェンジ、合わせた。さあここからボールを攻める。スペースを見つけた。前が空いた。放り込んできた。
球のリング。出た。いいボールですよ。ここで折り返す。これはイエローカードを取られました。いやー、これはちゃんとボールに行ってたんじゃないですか。そうですよ、闘志あふれるプレーこそ我々が望んでるものなんですから。よくしないな。継続したフォーメーションを突き破るドリブル、ジャンプ。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それでは後半戦キックオフ。キラーパスになるのか。おっと、足がかかった。これはレッドカードでしょう。非常に危険なタックルでした。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。ヘディング、これはゴールキック。狙いすぎたようです。走り込んできた。ドリブル。体を入れてきます。コーナーキックになります。さあ、チャンス到来。折り返した。後半10分経過。スローインです。シュート入った。ゴール、ブリリアントゴール。待ちに待った先制点が入りました。いい時間帯にゴールを決めましたね。もう一度見てみましょう。動き出しが素早いです。合わせた。シュート、パスト、郵便です。これはプッシュ。コーナーキックを出した。サイドに上げた。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。危険なタックル。これはイエローカードを取られました。ドリブル。
リブルで上がる。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。華麗なドリブル。パーフェクトを狙った。ヘッドでつないで。選手交代です。出た。オフサイドはない。シュート。追加点。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。類まれなキープ力。素晴らしいボディバランスですね。シュート。ここはいいディフェンス。果敢にスライディング。シュート。ガンガンプレスをかけます。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。